チス、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。ミラボレアスの武器って、ちゃんと紹介してなかったというか、まあ最近やっと、8割ぐらい武器作れましたんで、ちょっと使用感というかね、簡単にお話をしていこうと思います。まあサブ武器とかで、ジャガンもそんな回したくないよって人はね、結構どの武器作ろうか悩んでるかなと思うんですけども、まあ、とりあえず強いのはブラックミラブレイド。体験ですね。これ、ブラックシリーズは、割かし罠ではないんですけども、落とし穴的なものもあります。会心率とかによって。なんで、とりあえず間違えたくない人は体験ですかね。ただし、会心率マイナス 30% を、会心カスタムで消すと、回復カスタムが消せなか、つけられなかったりするんで、まあ、渾身とかになってきますよね。でも、渾身だとドラゴンシリーズか、月光ラージャンシリーズで限界突破しないとちょっと使いにくいので、そこと要相談になってくるかなといったところ。ただやっぱり渾身乗せられるのは強いですね。同じ理由なんですけども、ハンマー。ハンマーは渾身がちょっと乗せきにくい。が、しかし滑走は乗せられるといったところなんですけども、ただ、実はハンマー自体、ミラデモリッシャー自体は回心率がマイナス 20% なので、まあ攻撃、会心、弱得って乗せると、会心なんだっけ、会心カスタム1個乗せればマイナス 5% で済むんだよね。なんでちょっとそことご要相談ですね。超会心を乗せた場合、会心率マイナス 10%、 会心マイナスじゃない 90% 止まりとかになってくると、まあ火力落ちとしてはそこそこありますんで、そこと何と比べるかっていうとね、まあ、覚醒の武器と比べることになるんですよ。覚醒武器の方は攻撃力こそ若干劣るものの、会心率だけで言うと、体験もそうですけどね、体験は 35% ですけども、向こうは抜刀とかあるからね、抜刀とか渾身とかありますけども、ハンマーの方には渾身とか抜刀ってのは乗せにくいので、この 25% 差っていうのを埋められるかどうかになってきます。まあ、それでもね、素の殴りが強いからね、いわゆる下振れですか、低いダメージが出た時も強いので、まあ果たしてといったところですけどね。太刀片手剣なんかもまあ似たところはありますね。ただ片手剣は属性も生きるんで、ジャスラッシュですか、ジャスラッシュとか使うとね、普通に強いですね。だってアルスタと攻撃力100違うんですよ。まあ属性もね、450違うけどね。で、よくミラボレアスと、ミラボレアスでテストしてる人って他にもいるかな。ミラボレアスって肉質がめちゃくちゃ柔らかいので、実はこの黒竜シリーズのダメージが非常に通りやすくなっています。で、柱も同様に属性と物理が非常に通りやすくなっているんで、割かしミスりがち。それでもまあ、物理補正の高い、攻撃を持ってる武器、片手剣だったら、片手剣とかね、シールドバッシュとかね、バッシュホールとかね、ああいうの持ってる武器に関しては、まあ、外れはないかなといったとこですね。さっきも一個説明した会心率との問題になってきます。渾身が乗らないときついからね。で、双剣よ。双剣よ。双剣はね、ただ、最初、弱ってなったんだけど、やっぱり、双剣にせよ、これ弓も一緒ですね。双剣と弓は、弾と残属性になってくるんですけども、まあ、流風力大で、属性値も一応120、ただし、会心マイナス 30% の攻撃力518って、ものすごく、ぶっ飛んでいるんですけども、ミラボレアスには強かった。やっぱり物理が通りやすいから。下手な属性の武器よりも、この2点で物理特化型。まあ、竜属性の方も載ってますけどもね。こちらね、強かったんですけども、他のモンスターに関しては、本当に、そもそもとして弱点特攻が乗らない部分を属性で殴るとかね、そういうゲートがあったっていうのが双剣ですけども、もし弱点特攻乗らないところを殴ると、会心率マイナス 30% なので、確かモンハンってマイナス武器の、会心マイナス武器をそのまま使ってた記憶がないので忘れちゃいましたけど、確かね、会心率プラス40、
になっても回心は 40% の確率で出るけど、確かマイナス回心も 30% の確率で出るんじゃなかったっけ、違ったかな。まあ何にせよね、火力の減衰が激しくなってきますんで、使う敵はとにかく属性が通りにくく肉質が柔らかいモンスターいるかな。なんかいるかな。ムフェトジーバも属性だしね、ムフェトジーバの確かあの赤いとこだか白いとこだか忘れましたけども、柔らかかったかなっていう武器になってきます。ただしこの双剣に関しては属性を選ばざるを得なかった武器なんですよ。逆に言えばね、属性合わせなければいけなかった武器なんですけども、これもうとぶっ飛んだ攻撃力により最低限の火力が保証されています。最低限の保証っていうのは、そうだね、新属性回心を乗せてない、まあそこそこに属性を強化した属性合わせた武器ぐらい、モンスターに属性合わせた双剣ぐらいの火力は出るようになってます。ちょっと回心マイナスはありますけどね。なんで回心マイナスはな、渾身乗せたらな、鬼人強化状態っていう、鬼人化状態の後のね、スタミナ減らない状態であれば、一応まあね、渾身乗せたままね、乱舞したりとかできるんですけども、まあなんでそことの相性になってきますかね。まあでも、とりあえず、今までも着替えなきゃって思ってた人は、これ用の装備を一個組んで、お手伝いとかこれで行ってもいいかもしんないね。それから、まあ、狩猟笛はね、もう戦慄だからね、なんとも言えませんけども、これもまあでも基本的には殴り武器ですんで、まあ、これはでも、もう、笛マスターに、ちょっとお願いしたいとこですね。ただ攻撃力アップ台がついてますが、昨今ね、マルチだと野良になってくると攻撃力だけ上げればいいってこともないからね。不慣れな人とかが参加した時のことを考えると、精霊王の過去とかね、いろいろありますから、ちょっと戦慄だけで言うと分かりませんけども、殴り火力は相変わらずね、バカ高いので、笛もね、作ってもいいと思います。まあ、作ってダメな武器はないかな？ないよな。ランスも、渾身乗るし、で、ガンランスはどうなのかってことなんですけども、これは私、ガンランス、そこそこ使いますけども、まあ、そんな詳しくないのであれですけども、砲撃レベルが最大の状態で、かつ、ガンランスはどちらかっていうと、ドラゴン防具の方が、砲撃をね、砲撃レベル5を非常に乗せやすくなったんで、砲術レベル5を非常に乗せやすくなったんで、それだけでガンランスは大恩恵なんですけど、やっぱり、最大砲撃レベルと、殴り火力が上がってるんで、強いみたいですね。で、スラッシュアクスも、まあでもスラッシュアクスはもうこれ、ミラボレアスやるんだったら作っといてもいいかな、でもそれだけの理由で作っといてもいいかなって感じですね。これ、新黒竜剣譜。で、渾身が属性解放好きの最中、スタミナが溜まれば乗るらしいんで、これも非常に強くなってくると思います。と言ってもね、自転のモンスターで強いやつがアルバトリオンなんだけど、アルバトリオンに対して低い竜属性って微妙だからな。それこそタイムアタックとか、レベルのね、実力でバンバン殴っても一押しで次倒すみたいな力がないと、微妙ではあるので、難しいとこだよね。使うのは歴戦王イベルカーナですかね、やっぱりね。火属性じゃなくて、竜属性で行くのかな。チャージアックスわかんないけど、でも強撃瓶だから強いと思うな。で、双中棍もやっぱり、使ってる人に聞きましたけど、まあ、属性武器な気がするじゃん。新黒竜棍ですか。属性武器な気がするじゃん。今の双中棍は、吸収好き？R2 ボタンで落下して弱点を突き刺す攻撃を何回当てられるかだから、まあ間違いなく DPS は高いと。ここがちょっと双剣との違いなんだよね。双剣はそういう物理火力に特化した技というのはね、ほぼほぼないので、逆に属性には特化してるんですけども、そこでどうしても、こういった武器にね、負けてしまう。逆に飛びながら殴るのであれば、おそらくやっぱ属性高い双中棍の方が、ヘリコプター状態でね、殴るんだったらいいんだろうなって感じですね。ヘビーボーガンもね、強いけど、
あの罠とまではいきませんけど、これはライトボウガンも一緒なんですけど、あのパーツがあるでしょ、近接強化パーツとか遠距離強化パーツって。特に三段を使う時なんですが、あの近距離強化パーツの1枚目の倍率ってめちゃくちゃ高いんですよ。どれぐらいかっていうと、覚醒ヘビーに乗せると1枚でこのボルバスターに確か火力がほぼほぼ追っつくぐらい性能が高いんですね。でこのボルバスター自体は比較的パーツを多めに使うことになってます、使う形になってます。ただしパーツはたくさん使うけども、あ、ガードヘビーをね、特にやる場合ですけどね、ガードヘビーをやる場合ですけども、ガード1枚でもつけるとなると結構ね、あ、どれつけようかってことになるんですよ。ただし使い分けると通常弾、貫通弾、散弾でガードも外せば火力強化のあのパーツもつけられるやつもあるんで、まあ覚醒武器をまず作らないのであれば、もうこれ1本で大丈夫なところはありますね。睡眠弾と麻痺弾もレベル1ですけども、10発撃てる上に、まあ、ドラゴンによる技物じゃなくて弾丸、新弾丸節約により、わりかしほとんどのモンスターがこれだけで寝かすことができますし、滅竜弾も撃てるしね。で断裂弾も3発、流撃弾は1発しかないんだけどね、使えますんで、相当やり、ガードヘビーをやる人にとってはもしかするとちょっと使いにくいところはあるかもしれませんね。反動とかリロードを下げられないとか、下げきれないとか、覚醒武器の方が安全に、もしくは最終的な最大火力を出しやすいっていう可能性はあります。ただまあとりあえずその辺のモンスターに持っていくのであれば、ボルバスターは便利なヘビーになっていると思います。でライトボウガン、ライトボウガンはね、実はね、攻撃力倍率が一番多分低いんじゃなかったかな。あの深刻流欲度、これストームスリンガーにね負けてんだよね。ストームスリンガー化け物だね。416って、こっち371だぞでこちらは通常弾、貫通弾、散弾、それから鉄鋼榴弾、残裂弾が初めてのね、残裂弾が速射可能になっています。ただ鉄鋼榴弾として使うのであれば、ただね、そう状態異常弾も全部使えるんで、便利なんですけども、まあ、鉄鋼榴弾だけで考えると無理にこれじゃなくてもいいっていうねところはあります。371のこれじゃなくてもいいと、まあ、こっちはね速射じゃなくて、自動装填ですけどね、まあ、元の火力が高いので鉄鋼榴弾ライトとしてもね使いやすいとは思うんですけども、一番の注目点はやっぱり残裂弾で、これ足が止まってしまう速射なんですが、残属性の高火力弾と普通の無属性の鉄鋼榴弾と新自動装填じゃねえ、新弾丸節約によってかなり弾数自体が増えてます。残裂弾の方はね、特にねミラボレアスの頭なんか撃つと顕著なんですけど、ちゃんと火力強化して使うと頭部だけで何ダメージだっけな、150の 1.5 倍ぐらい、200以上ダメージが出る、確か出たんで、2発でね、かなり火力としては貢献できると思います。弱くなったとしても多分波の鉄鋼榴弾単発分、レベル3鉄鋼榴弾単発分ぐらいの火力は出るんじゃないかな。ただ傷つけと場所を選ぶけどねっていう感じですかね。なんで元々あった、弾丸持ち込み制限によりキャンプに戻る回数が減るっていう点ではね、やっぱ使いやすいのかなと。なんか最近動画ではだって超強化した速射三弾とか速射貫通弾で、これ自体の火力の高さを使ってね、ヘビーマガイのね扱いをしてる動画もちらほら見かけるぐらいです。で弓はまあ双剣と同じですね。弓はでも なんかあんのかな、なんだっけ、竜の一夜、竜の一夜とかすげえ強くできたりするんでしょうか。ちょっと弓さすがに詳しくないんでね。ただまあサクッと調べた感じだと双剣と同じく、ただ双剣と違って、弾属性が通りやすい敵に対して非常に火力を出しやすいと。これもまたね、瓶がさ
たくさん使えるんですけど、あれどこで瓶見るんだっけ、ここが出してなかったわそう、瓶がたくさん使えるんですけども、あの新今日新しか言ってないな、新弾丸節約によって強撃瓶がめちゃくちゃ持つので、これですね、攻撃力444あるからね、非常に火力の維持が楽になっているみたいです。しかも麻痺瓶と毒瓶の効果プラスがついてるんですけど、この効果プラスってすごい高いですからね、使ってみると分かりますけど、めちゃくちゃ強いんで、これもだって弾丸節約の効果得られるでしょ。そういう点ではかなり万能なのでは万能意味なのではこれって感じだね。きっと雪撃瓶なんかもね、火力出るでしょうしね。というわけで、イカレタコスケくんの見解でした。ちょっとコメント欄の方にもし双剣のこのモーションはすごく強いとか、そういった情報があればぜひ教えていただきたいと思います。それではミラボレアス、もう来て1週間過ぎましたか、もう10日過ぎましたか。まだまだ戦ってる人、武器集めてる人いると思いますが、頑張ってください。それでは、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。